ですね、ツイッターでね、ポッとね、流れてきたツイートがありまして、まあ、平日とかね、アウェーに来る、熱烈なファン、サポーターさんたちは、どんなお仕事をしているのかという、まあ、僕も素朴な疑問でもあったんで、これちょっとなんか、どっか誰か企画しとかなんか、取ってくれないかなみたいな感じで言ってたんで、今日は、天皇杯準決勝、京都サンガ FC 対サンフレッチェ広島の試合に、来て、サンフレッチェ広島のこんにちはファンサポーターさんの方にどんなお仕事でどんな気持ちで来ているのかというインタビューを突撃していきたいと思いますが、サンガのサポーターさんたちももちろんいらっしゃるので、まあ、そういう人たちにもちょっと突撃インタビューしていきたいなと。あとはその結果、今日試合前なので今日は何点取ってどっちが勝つかまで、リスペクトを持ちながら、聞いていきたいと思います、はい、ということで加藤のびろのどんなもんじゃいスタートです。まあ、せっかくね来てるしね、まあ、今日午前中だけ仕事やってさ、はい、新幹線で来てる方もいらっしゃるだろうし、はい、まあ、車でバーって来る人もいるだろうし、はい、まあ、もしかしたら京都在住の広島ファンの人もいるだろうし、はい、俺のちゃんと作ってくれた方がいらっしゃいます。こんにちは。YouTube 撮影します。今日のスコア、こちらの方がいいですね。3-0。リーグ戦の順位。そうなんですよね。だからね、今日ね、兄ちゃん、今日勝ったら当選なんかって言うから。今日だから話待ってるの。そう、この一緒に編集してるオラトスって言うんですけど、ずっと喋ってたのがどっちで行くかと。だからフルメンバーで行くのか、もう残留を考えてちょっとメンバーいじってくるのかみたいなのを。でも名古屋戦も大事やな。確かにな。大事。もうあと4戦はマジ大事じゃないですか。行きたいのもあるよね。だけどこれ行っちゃって降格もちょっとね悲しい。ACM かな。そうやね。ACM ないんだよ。優勝したら ACM。でも俺は優勝したら、優勝して俺はゼロックスに出たい。ゼロックスは確定か。そうですね。リベンジゼロックス。リベンジゼロックス。ちなみにこのお姉さん、僕の参加時代のちゃんと作ってくれたお姉さんなの。一応今、全く映してない。もう映しちゃっていいってもう。え、大丈夫ですか。いいじゃん。はい、どうぞ。しかもさ、誕生日だし。お名前は山脇です。山脇さん。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。山脇さん、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。勝利でということで、ありがとうございます。たまにカラオケで歌ってます。そうなんですか。めっちゃおもろいじゃないですか。歌ってるんですよ。それは原曲通り歌うんですか。ノブさんバージョンですか。いや、そこはちゃんと原曲で歌うそこは原曲で歌うけど、やっぱちょっとあれをいただいた時にやっぱりもう愛着が相当湧いたんで。なるほど。そこは一応歌っとかないと。自分の通りあれ原曲をさ、自分のでやるとちょっとね、スピードが落ちる。一回歌ったことある人の言い方や。だから難しいあれを。だからちょっと早口になっちゃうから、うん、そうで、やっぱちょっとうまくいかなくて、で今日の企画は、まあ、結果もそうなんですけど、アウェーじゃないですか、広島からしたら。サンガスタジアム、しかも平日7時半。はい、どんな仕事の人がいてはるんだろうと。だって午前仕事やって午後さ新幹線で来るっていうのもあるだろうし、休んで、もう休んでるんじゃないですか。みんな一緒。あ、そうだから阿部行く時とかは仕事休むでしょ。これはいいあれ、うん、スタートからなんかね、だからいろんな仕事の人がいるんですよ。その日はいいね。次の日は7時半だと。そうだよね。だからもしかしたらね、明日そのまま仕事。
試合だったらそれでもう終わって車で帰るとかでしょ。そうですね。でそのまま仕事行って勝てば。なるほどね、うん、そうですよね。負ければ広島やしまだ近い。でも天皇杯って延長するかもしれないじゃないですか。あれほんましんどいですね、うん、あ、まあでも今日7時半だからもう新幹線組はもう絶対ないじゃないですか、うん、あ確かに。だからもう泊まるか、あとはあるの、夜行バス。でもバスも多分広島までやったら12時とかないんで。逆にないの？多分ないですよ。近すぎてか、あれでも新幹線早朝っすよ。それはあるでしょ。朝一新幹線。ちょっとそれちょっとリサーチして。今日モスクワもどうなのかっていう。向こうはガチかもしれないですからね。残留とかないから、うん、でしょ。いや勝ちでしょ。向こうはもう勝った。いやそれはちょっとその正直な気持ちも聞いてきますわ。俺が広島さんは絶対そう思ってるな。そう思ってくれるのか。リーグ戦勝てないんですか。俺もアウェイ行った。行ったっす。バスツアー。めっちゃ負けた。ああもう一つ聞いとこ、はい、出るか分かんないです。メンバーまだ分かんないけど、今日の注目プレイヤー、うたかですね。久しぶりに点見たい、うん、俺もプロセッシ、うん、どうすか、プロスコンビですね。もう昔の宮吉の髪型にしてきましたから今日。ああそうだ、いきましょう。みんなうたかのゴールちょっと、そうですね、ちょっとね、調子はどうなんだろう、もう戻ってきてるの、うん、いやちょっと一応入ってるもんね、メンバーにはね。多分入ってんじゃないですか、ね、この間入ったもんね、うん、はい、すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。おう、もうドキュメンタリーになるからこれも、はい、もうさ緊張するんよ。すいません、私3月1日でプレイしていて、浦和レッズとかにもいた加藤伸弘君ですけれども、キーパーの、あ、そうです、ありがとうございます。あの今日ちょっと YouTube 撮影してまして、もしよろしければちょっと運転でさせていただけないかなと思いまして。後ろ姿は自分の中で全然詳しくない。あ、もう全然、もうね、今日の質問はもう後ろここからここから撮ってもやったら大丈夫ですか。はい、もう迷惑ないようにするんで。しかも全くサッカーを関係ない質問が今日ありまして、今日平日じゃないですか、で、まあ、夜も7時半、どんなお仕事してらっしゃるのかなという、あ、例えばお仕事休んでとかもあるだろうし、なんかそのスケジュールだとかどうやって来れたのかっていうのを今日聞きたいということで来たんですけれども、お仕事とか何されてるんですか。私、執行性の仕事なんで、はい、もうさっき、まあ、さっきかカップ戦は行けそうなところと最初から休みを、シフトを、なるほどね、休憩で休ませてもらって。じゃあもうサンフレッチェ優先のシフトは、ね、じゃあもう今ルヴァンも勝ってる、ルヴァン勝ってるし、天皇杯勝ってるし、はい、まあ、J リーグももちろんあるしで、ね、相当シフトはもう、もうすべて、なくなって、ちょっとあんまりここサンガのあれなんであれじゃないですけど、すべて来るように祈ってます。言い方で言ってください、ぜひ。自分もなんかシフトレーなんで、はい、全然、なんか、めちゃくちゃ好きで誘われて行ってるんで、はい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 、これになんか合わせて行ってる時に行ってるって感じ。今日はちなみに泊まって、そうです、明日も休む、そうですね、帰れたらよかったんですけど、ちょっと時間がね、あれですから、そうですね、帰れないんで。で最後にちょっと今日のスコア2時ぐらいに電話取られるかなって、ちょっと2時ぐらいに、お兄さんは1-0でパワープラスが入れてくれるのそうだった。わかりました。すいません、突然。ありがとうございます。
加藤信弘のどんなもんじゃいという YouTube チャンネルなので、後ろ姿はちょっと映させていただくかもしれませんけれども、もしよければぜひ見てください。すいません、お邪魔します。ちょっとお食事すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとか今日のノルマ達成ですけれども、まだ聞くんですよね、はい、なんか5人ぐらい来てたなって。まあまあ緊張します、はい、あでも今めっちゃいい感じだったんで続けましょう、はいはい、おう、お疲れっす。じゃあ行ってみます。撮影撮影。こんにちは。この顔見たことないですか、サンガサポーターの皆さん。もうね、はい、誰が来てるって、はい、いろんな選手来てますよ、うん、あ、じゃあ自分自己紹介してください。伏見でイタリア料理店やってます、トレバリの期待と申します。聞いたことある人いっぱいいる。絶対それで、それやったらね。そうなんです、ね、僕行ったことないんで、まだちょっと、はい、行きます。ちょっとね、まあ、ディナーもそうなんだけど、はい、ランチ、うん、もうランチでもお酒飲みたくなるんや。うんうんうん、僕たまにお邪魔すると飲んじゃうんだけど、もうそれはもうインスタグラムで美味しそうなのバーン飲んでますし、ストーリーなんてね、もう飯テロですからね、うまそうなもしこにもういっぱい載せてて、はい、なんでちょっと今度ぜひ選手が、サンガの選手が大好きなお店というので、もしよろしければお願いします。ということで、まあこれもあれなんで今日のスコアをちょっと聞いてましたね。2-0でサンガ。2-0サンガ。はい、得点は。大悟。見たいね。バチコーミドル決めてほしいですね。カットインからもやりましょう。サイドバックじゃなくても上がり目です。いいですね。もうどんどん仕掛けてほしいですね。やっぱ相手仕掛けてのシュートがやっぱり自分の好きなプレーでもあると思うので、ちょっとそこは僕も注目してみたいと思います。今日は休んでいったし。内緒で来てんのに休んでる。言っちゃってるけど、もうしょうがない、これは。もう店主だから大丈夫。それを聞きたかった。店主のあれだから。お店を。もうお店とか、店主の気分とかを。ランチやって、はい、終わらして、片付けして、すぐ。あ、じゃあいいじゃないですか。ちゃんとランチまではしっかりやったということで。あれなんですよ、平日のアウェイとかの試合の、この早い時間に来てる人は、仕事何してんねんっていう。あ、それ。そう、まさにその、今ね、はい、その今日の企画にまさにマッチした質問を、する前に答えてくださったという。そうですよ。よかった。はい、そういう感じでいろいろ。ちょっと今からちょっと追跡していきます。はい。すみません、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。山本トレバルディさん、めちゃくちゃ美味しいんで、はい、ぜひ気になる方は、はい、おすすめです。すいません、こんにちは。こんにちは。YouTube の人です。そうなんですか。私一昨年まで、サンガ FC にいた加藤信弘という、ものなんですけれども、ちょっと、撮影に、全然、いいですか？僕はいいですよ。今日は、どちらから？今日は僕、和歌山から来ます。お、和歌山からですか？はい、お兄さんは？大阪からです。近め地元は？地元は僕、和歌山です。大阪です。あ、地元って、出身は兵庫県です。そうなんノブさん、気持ちこっち入る。ちょっと待ってください。想定だと広島の人たちが来るのも想像した。それもあるよね。そうですね。え、昔から広島ファンですか？そうです、ね、昔から、はい、そうか。お仕事は何をなさっているのかなと、まあ、平日の7時半、まあ、広島から来る方もそうだけど、まあ、大阪だったらまあ帰れたりするけど、和歌山も結構、まあ、遠いじゃないですか、はい、なんでちょっとどういう感じで平日の仕事をどうしてるのかなっていうのを聞いていて、はい、お仕事は自分僕あれなんですよ、国家試験落ちて、はい、国試浪人してるんで、夜勤の仕事はフルパートでやってる。なるほど、はい、でその試合があるときとかアウェーとかは、アウェーも関西は来たんですよ、はい、お兄さんは。僕は普通にサラリーマンです。で、今日はもう有休で、有休取ってで、明日はもう仕事。明日は仕事です。さすがに週に2回休んだりしてない。そうですよね。でも本当に選手の皆さん、こういう方に支えられてますから、
もうちょっと知った方がいいですよ。OK？ はい。ありがとうございます。っていうのと、まあ、あとはあのシンプルに今日のスコアをお聞きしていい、はい、ちょっと言いづらいですね。全然、僕、中立なんで。あ、そうです。はい、全然、僕、大丈夫。あ、そうなんですか。はい。まあ、はっきり言って。もちろん、勝ち予想で、はい、で、まあ、そうですね。まあ、現実的に言うと、1点差、2点差ゲームやったんですけど、ほんまに。お兄ちゃん今日3点中だよ。よし、3点中だよ。ありがとうございます。ちょっと後でインタビューさせてください。ありがとうございます。おじさんと一緒で、おじさんと一緒で。はい。僕は願望込み2対1に決めてもらった。多分そんな簡単にはやっぱアウェーだし、この前のリーグ戦でもやっぱ1対1の引き分けだったんで、そうですね、簡単にはいかんと思ってて、どこまで失点するだろうなと思って。ちなみに僕は1対1のドローで PK まで行って、結果はもう、はい、その試合で調子が良かったキーパーが止めますあっていう当たり障りになると中立ですもんね。そうそう、そうなんですよ。そうです、そういうのあるんですよね。はい、まあ、ちょっと帰れなくなった時はまあそこホテルありましたね。そうあるけどみんな殺到するんじゃないですか多分。そうです、はい、まあ、ちょっとすいません、こんな感じ。ちょっと加藤信弘のどんなもんじゃいという、はい、はい、YouTube やってますので、はい、もしよろしければ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。あ、どうもどうもどうも、こんにちは。こんにちは。いつも声かけてくれはるんですよ、僕に。僕なんかに。あ、声だけで、声だけで。わ、何対何で、どちら勝つと思いますか？第1位ぐらいで。そうですね。お兄さんは3日ぐらいで得点者は天皇派男なんで、そんなんしたらもうもう今日ピンポンして抱きついちゃう。宮吉にお兄さんは誰ゴール？まあ、もうちょいだよね。まだあと1時間後くらいでしょ。今4時半。あと2時間ぐらいは出ないんじゃないですかね。じゃあちょっとそういうのも夢膨らませながら、試合まで待ちましょう。ありがとうございます。僕は今日、11PK でどっちかって。じゃあちょっとそんな感じで、今サンフレッチェのサポーターさんたちに、はい、突撃しなきゃいけないんで、ここで待ちます。すみません、こんにちは。今日平日で、はい、7時半からキックオフ、はい、で広島からおそらくいらっしゃったのではないかなと思いまして、はい、アウェーは結構行かれたりするんですか？今年はルヴァンの準決の福岡、はい、あとは行ってないです、ね、あ、本当ですか、はい、福岡も車ですか？はい、あ、すごいですね。普段はお仕事とかは、うん、何をやなさっているんですかね。なんか平日の7時半ってなかなか、ね、来れないと思うんで。うちはね、会社やってるもんで。そうですか。はい。はい、でも試合の日、来れる試合の日はこういう感じで来てみたいな感じで。そうですね。まあ、今年調子いいからアウェーでも水曜日、うん、そうですね、いましたけど、はい、通常はホームの水曜日ぐらいまでですね。アウェーはなかなか遠いからね、はい、はい、まあでもちょっとルヴァンも勝ってますし、はい、天皇杯も準決勝ですし、はい、まあ、サンガはなかなか残留争いをしながらで難しいんですけど、まあ、ちょっと本当対照的な2チームかなと思うんですけれども、はい、まあ多分広島さんはフルのメンバーで来るんじゃないかなっていう予想の中で、ちょっと最後にちょっとスコアを本日のちょっとお聞きしたいなと思いまして、今日はズバリ、ズバリ根拠なく2-0で勝ちます。得点者、得点者、はい、得点者は1点目が川村、ああ、はい、いいですね。2点目がサブで
後半に出てくる、はい、ビアです。ありそうですね。川村くんゴール決めるっていう予想の方いらっしゃいますね、やっぱりね。そうですか。僕は1対1、PK、で、まあ、今日サンガはどのキーパーか分かんないですけど、まあ、キーパー、まあ、大迫くんも僕も中学校の時から知ってるんですけど、はい、やっぱり今日シュートをいっぱい止めた方のキーパーのチームが勝つんじゃないかなっていう予想で、はい、PK になった場合は PK、はい、になった場合はちょっと不安が皆さんやっぱりどちらもドキドキですからね、 PK は、はい、まあ、ちょっとそんな感じで今日は熱い戦いになると思いますので、まあ、せっかくサンガスタジアムも、あ、初めてですか？初めてです。あ、そしたら専用スタジアムね、はい、まあ、いやでも広島さんも頑張って作ろうとしてるのはあれなんで、そちらも楽しみにしています。はい、ちょっとサンガスタジアムなかなか中も綺麗なので楽しんでいってください。はい、すいません、今日はありがとうございました。はい、どうも。すいません、ありがとうございます。はい、いきます。ジャンプさん、はい、エンディングを撮ろうとしたんですけれども、僕がすっごいお世話になってる方がいらっしゃいましたので、ちょっとご紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。チャンプさんです。はい、はい、チャンプさんはもうガイナーレ、はい、鳥取のファン、サポーター、選手、それして、はい、あの岡野さんも、はい、みんなが知っている、はい、もう鳥取のサポーターさんといえば、はい、チャンプさんです。逆に何であるんですか？そうなんです。今日は京都対、はい、サンフレッチェなんですよ。どうしたんですか？あの元ガイナーレ鳥取にいた、はい、井上力と、はいはいはい、三沢直人と今京都の、はい、中学なので応援に来ました。おー、もうガイナーレにいた選手をもうどこのチームに行っても、どこのチームに行っても応援してます。応援に行くという、はい、やっぱり遠い中サンガスタジアムまで来れるっていうことはどんなお仕事をしてらっしゃるのかなというちょっと質問を、まずね、はい、某 IT 企業の子会社の、はい、営業してます。なのに7時半キックオフじゃないですか、はい、あのオンラインでミーティングとかを IT 企業さんということは、はい、あのそういうので可能だという。そうです、そうです。もうリモートワークで、先ほどもちょっとあの京都までおってやってるホテル、はいはい、そこなんですけど、メロンのこのね、4時からあのミーティングがあって、はい、でさっき終わって、はい、あのぶさんに会いに行くぞって言って出てきたら、ちょうど、はい、よかった、どこだどこだって探してまああのサンガの、ね、ガイナーレ OB の選手がサンガにいらっしゃるということですが、まあ中立なのかどうかというのはまた別として、今日のスコアをズバリお聞きしたいなと思っております。3対2かな、うん、どっちだっけ。いいんですよ、別にあのこれはもうね、僕どっちも聞いてるんで、あの全然、まあ、はっきり言っちゃっていいんです。サンフレ、あ、お、かしこまりました。ちなみに僕は先ほどから1対1の同点 PK まで行って1対1で、そのゲーム中にシュートを止めまくったキーパーの方が勝つっていう風にしてます。この前ね、エディオンスタジアム、はい、土曜日、この前の、サンフレ対浦和レッズの試合も見たんですよ。はい、お、はいはい、なぜ行ったかっていうと、浦和レッズに元ガイナーレにいた馬渡和明、はいはい、所属してて応援に行ったんですけど、うん、ベンチにも入っておらず、いなかったですね。はい、でただただ試合を見て、あの試合4対1だったでしょ。4対1でしたね。あのやっぱりね、サンフレの戦いを見ると、今日はどうしてもちょっと3対2かな。僕も見てたんで思いますけど、まあ良かったですよ。まあサムレッジ調子いいですからね。はい、ちょ、あれを見てしてしまったがために、そういう予想がねなってしまいました。はい、まあいずれにせよサンガは相当
難しい厳しい戦いになると思いますので、まあ、ちょっとその、ね、これ流れる時にはもう結果決まってますし、うん、あれですけれども、まあ、どうなるかというのは、はい、またお楽しみということで、すいません、ちょっとありがとうございました。ちょっとエンディングに向かせていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあこのままエンディングに、はい、たくさんの人に声がけていただいて、はい、やっぱりスタジアムに来るのはいいものだというところと、サンフレッチェ広島のファンサポーターの皆さんの中でも知ってくださっている方がいらっしゃったらすごく嬉しく思っています。そして、いろんなお仕事をしながら、まあ、シフトをやりくりしたり、会社のお仕事も Zoom でうまくやったりだとか、いろんなお話聞けて、まあ、アウェイに来るのをやっぱり楽しみに、一緒に戦うっていうのを楽しみに、そして勝ちを喜びに来てるなっていうのを感じましたし、まあ、これが今日はたまたまサンフレッチェ広島の皆さんでしたけれども、これは全国どこ行っても、その自分の応援しているチームの応援っていうところに、アウェイに足運ぶこと、まあ、オラトスもそうですけれども、まあ、そういう方の気持ちをね、僕自身が触れれた、現役時代中に触れたかったもっとっていうのが素直なところなんですけども、これを見てくれている、ファンサポーターの皆さん、サンガスタジアもそうですけども、アウェイやっぱり皆さん楽しみに来てますし、たくさん楽しんでください。そして選手はこの気持ちを持って、もっともっと必死に勝利に向かって戦ってもらえたらなと、こういう気持ちを持ってるっていうところを知っていただけたらなと思っております。ということで加藤信弘のどんなもんじゃいでした。